列島イングス航空9268便着陸失敗事故は2012年12月29日にロシアで発生した航空事故であるパルデビツェ空港からブヌーコボ国際空港へ向かっていた列島イングス航空9268便が着陸時に滑走路をオーバーランし乗員8人中5人が死亡したこの事故は ツマイナス204で発生した2件目の全損事故であり、初の死亡事故ともなった。事故機のツポレフツマイナス204から100バイトは、製造番号1兆4507億4316万4047として2008年に製造された。総飛行時間は8672時間で2482サイクルを経験していた。 事故により RA-64,047 は全損扱いとなり、同社発の機体損失となった。機内には8人の乗員が登場しており、うち5人が事故により死亡した。機長は58歳の男性だった。総飛行時間は14,500時間以上で、つ -204 では3,000時間以上の飛行経験があった。副操縦士は53歳の男性だった。 総飛行時間は1万時間以上で、つマイナス204では500時間以上の飛行経験があった。航空機関士は54歳の男性だった。総飛行時間は1万時間以上で、つマイナス204では1600時間以上の飛行経験があった。事故当日の GMT8 時32分にポーランドで撮影された事故機 GMT10 時10分9268便は、 チェコのパルデビツェ空港を離陸した。9268便は、ブヌーコボ国際空港の滑走路19へ、北から接近した。最終侵入は、オートスロットルを解除した状態で行われたが、侵入は不安定だった。GMT12 時35分、9268便は、 滑走道端から2950フィートから3280フィート地点に124ノットで設置した。パイロットはスラストリバーサーを展開させようとしたが作動しせず、またエアブレーキとスポイラーも自動的に展開しなかった。リバーサーが展開せず、通常の水力が働いたため機体は130ノットまで加速した。着陸から32秒後、 9268便は116ノットで滑走路をオーバーランした。オーバーランした機体は滑走路の33フィート先にある M3 高速道路の堤防に衝突し、大破した。残骸は M3 高速道路上にまで飛散し、走行中の自動車に衝突した。この時の様子は別の車のドライブレコーダーに記録されていた。ロシア内務省によれば、事故により貴重。 服装縦士、航空機関士と客室乗務員1人が即死し、別の客室乗務員1人が病院に搬送された後に死亡した。9268便の残骸事故調査には、国家間航空委員会のほか、連邦航空運輸局、ロシア連邦運輸分野管理庁も参加した。コックピットボイスレコーダーとフライトデータレコーダーは、どちらも回収され、分析が行われた。 事故の15分後、滑走路の摩擦係数が測定された。測定値は0.63で、つ204の着陸が許容される範囲内だった。また、滑走路の点検は着陸の1時間20分前に行われていた。12月31日、マックは滑走路の状態は事故に影響しなかったようだと述べた。調査から9268便が通常よりも、 高速で着陸していたことが判明した。スマイナス204の着陸時の推奨最低速度は108ノットから111ノットだった。しかし9268便は140ノット近い高速で着陸した。そのため、着地点が通常よりも遠くなった。また、9268便は、左出脚から着陸し、その後交互に出脚が設置していたため、 両主客の支柱に圧力が加わらず、エアブレーキとスポイラーが自動的に展開されなかった。加えて、パイロットはホイールブレーキを使用したが、同様の理由のため作動しなかった。スマイナス204では両主客の支柱へ同時に5.5トン以上の圧力が加わることによって、ブレーキ類が使用できる設計となっていた。着陸から32秒後、両主客が同時に設置し、 エアブレーキとスポイラーが自動的に展開されたが、すでに機体は滑走路をオーバーランしていた。9268便はおよそ103ノットの速度で空港外周のフェンスに衝突した。2013年2月、マックはジュコーフスキー空港で飛行試験を行った。試験ではエアブレーキとスポイラーが自動的に展開されず、 パイロットがしたスラストリバーサーの誤った操作を再現した状態で着陸が行われた。その結果、着陸の初期段階に誤った操作を行ったとしても、その後に適切な操作を行えば滑走路内で停止できる可能性があったと判明した。2014年3月3日、マックは最終報告書を公表した。報告書では、 スラストリバーサーの制御装置の整備不備とパイロットがエアブレーキとスポイラー及びスラストリバーサーの適切な操作を行わなかったことが事故原因とされた。また、スマイナス204に搭載されているセンサーの設計やレッドウィングス航空の安全管理体制などの問題も指摘された。9268便の事故が発生する9日前の12月20日にも ヘッドイングス航空の別の津 -204 がオーバーラン事故を起こしていた。RA-64049 はブレーキの故障によりトルマチョボ空港の滑走路25,150フィートオーバーランした。同期には乗員乗客70人が搭乗していたが全員無事だった。この事故を受けてロシアの連邦航空運輸局は12月24日に スマイナス204のブレーキ駆動機構を検査するよう、すべての運用者に通達した。このことは、事故前日の12月28日に製造元であるツポレフにも通達された。12月30日、連邦航空運輸局のアリクサンダーにラットコ、局長は9268便のデータレコーダーの調査から、事故機が通常の位置に設置したにもかかわらず滑走路を、 オーバーランしたことが判明したため、この事故もブレーキの故障が原因と疑われた。ロシア捜査当局は、ロシア連邦警報第263条のパート3に従って、捜査を行った。この捜査はロシア連邦警察庁の特別管理課で行われた。2012年12月30日、当局は、列島イングス航空から文書の押収などを行った。 2014年9月1日、当局は主に基調と航空機関士に過失があったという結論に同意し、捜査を終了した。ありがとうございます。